問題視されていた五輪開会式作曲担当のミュージシャン小山田圭吾氏が19日、同担当の辞任を申し出たことを発表した。問題発覚以降も留任を強調し続けてきた東京五輪パラリンピック組織委員会は、小山田氏の行為は断じて許されるものではないと考えますが、先日、本件についての反省とお詫びを受け入れ、開会式が迫っている中、引き続き準備に努めていただくことを表明しました。これは、誤った判断であると考えるに至り、辞意を受け入れることにいたしましたと、辞任を受理したことを発表した。その上で、この間、多くの皆様に不快な思いをさせたこと、混乱を招いたことを心からお詫び申し上げますと、謝罪した。まあ、海外でも大きく報道されてますからね。もし続けていたとなると、相当な大問題になるし、後々禍根を残すことにもなったかもしれませんね。組織委の武藤事務総長は、小山田氏の楽曲については開会式では使用しないと明言した。小山田氏は、開会式担当の4人の作曲家の一人で、開会式オープニング映像とともに流れる4分の音楽を担当したという。まあ、4分の部分だけなんで、今まである曲を使ってもいいと思うし、開会間際だけど、新しく作ってくれる人を探してもいいかもしれないけど、また、変なことが出てくるといけないから、既存の曲を使った方が無難かもね。今回の辞任に関して、ホリエモンは次のようにツイートしてます。多分、小山田圭吾を起用した人は、彼の過去を払拭しようとチャレンジしたんだと思うけど、もう年齢的に一生公の場では何もできなくなったってことが確定したんだと思いますとツイート。その後、小山田圭吾、全く興味ないけどインタビューしたくなったとツイートした。かわいそうにも思うけど、なんだか不思議やね。本来なら晴れの舞台で、自分の価値を上げる場のはずやけど、20年以上も前に行われた許しがたいことで、悪名が世界中に轟いてしまった。まさに因果応報やね。あんなひどいことをして、何の報いも受けずに過ごしてきてたかもしれんけど、不思議なことに、重要な時に発覚し、地に落とされたことになったわけやし、巡り巡って、再起不能レベルにまで打撃を受けることになるとは、やっぱりひどいことはするもんやないね。また、音楽プロデューサー田辺慎太郎氏が、19日、いとこの小山田圭吾の去就問題でのツイートを削除し、謝罪した。田辺氏は、はい、正義を振りかざす皆さんの願いが叶いました。よかったですね。と、投稿。批判のコメントが寄せられると、ツイートを削除し、先ほどは、辞任の速報を受け、取り乱して、不適切な投稿をしてしまいました。ご不快な思いをされた方に対し、謹んでお詫びするとともに猛省しております。本当に申し訳ありませんでしたと、謝罪した。へえ、田辺慎太郎さんは、小山田翔吾といとこなんやね。田辺さんのご両親は、田辺康夫と九重由美子。祖父は、元 NHK アナウンサーの田辺正治。芸能界のサラブレッドやね。小山田翔吾も、和田博士とマヒナスターズの三原聡の長男。要するに、親の七光が効く人たちってことやね。そういう人たちは、親戚から知り合いから、多くの有名人がいるわけで、そんな中で、言い方が悪いけど、ぬくぬくと育ってきたってことも言えるわけやね。せっかくの東京五輪での音楽担当という晴れの舞台をいとことして、喜んでいたところに、辞任で頭に来たんでしょうね。この件に関してネットの声。ルイは、友を呼ぶって本当だったんだ。身内がご迷惑をおかけして申し訳ないって謝罪かと思ったら炎上してたとは。
倫理観とモラルのない方の周りは同じような方だらけなんですね。すごい一族だな。育ちって大切だなと思った。その一瞬に育ちって現れる。過去にしたことは消えないって、なんで学ばないんだろう。田辺といい、権藤といい、小山田の周りにいる人間も同じようなことをしてきたのか？でなければ、こんな言葉が口から出るはずがない。もししてないとしても、小山田のいじめのことを知っていて一緒に笑っていた姿が目に浮かぶ。最低の連中だ。お仲間の本性もバレたってところかな。雑誌に話すぐらいだから仲間内でも自慢してたのかなと想像してしまう。そして誰も咎めず面白がっていた。当然ただの個人的推測だが、今回の身内の反応が補強してくれる。確かに仲間となれば笑って話してたことは想像できるね。今回のツイートも正義を振りかざすなんて、まるで今回のことがそれほど大したこともないような話ぶりやし、お坊ちゃんたちは心が汚いね。とにかく東京五輪は関わった人たちがどんどんと消えていくことが多かったです。招致決定から8年経ってますが、様々なクリエイターが関わっては本番を迎えることなく名前が消えていきました。まずは大会のメインスタジアムである新国立競技場のデザインは12年のコンペで建築家のザハ・ハディド氏の案に決定したが、着工目前の15年に建設費や景観の問題を指摘され、安倍晋三前首相が白紙撤回した。ザハさんのデザインは斬新でしたね。流線形のデザインで目を引くものやったけど、後に建築家隈研吾さんがデザインしたけど、それに対してザハ・ハディドはそのデザインが自らのものに酷似していると訴えてました。次に大会エンブレムについても、15年にクリエイティブディレクターの佐野健次郎氏の応募作が採用されたが、その後海外のあるロゴとのデザインの類似や盗用疑惑が指摘され撤回に追い込まれた。結局所浅尾さんの作品が採用された。開閉会式でも18年に狂言師の野村萬斎氏を統括とする演出チームを立ち上げたが、新型コロナウイルスによる1年延期に伴って解散。その後クリエイターの佐々木宏氏を総合統括とした新チームが引き継いだが、佐々木氏が渡辺直美の容姿を侮辱した演出案を提案していたことを週刊文春に報じられ引責辞任した。また延期前まで開閉会式の演出責任者を務めた振付師の三木子氏が、組織委から半年間連絡がないまま責任者を交代させられて辞任したことを明かすなど、とにかくトラブルが相次いでます。そして開催間際に小山田事件が起こるし、大会自体もコロナのことで1年延期せざるを得なかったし、また緑のバーバの策略で無観客になるなど、本当にたたられた東京オリンピックになってますな。また警告選手団が来なくてもいいのに来て半日垂れ幕出したり、選手村の食事は食べたくないと言って弁当を持ち込んだり、そんなんなら混んでもいいのに嫌がらせのために来てるのかわからんけど、とにかく今は無事終わってくれることを願います。今回は小山田辞任によりホリエモンや田辺慎太郎さんの話などをご紹介しました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画も楽しみにしていてくださいね。